はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。今日はね、あの前回の予告動画ってのちらっとやりましたでしょ。このベンチャーズモデルのね、モズライトご紹介します。さあ、これね、あのまずボディなんですね。これ大変貴重な珍しいモデルなんですけど、あの国産なんですけど、これ多分ね、特注なのか限定なのかちょっと変わってるんですよ。まずね、第一ポイント、ボディはあのメイプルで、カメラさんアップして伝わりますかね。前回もパッと見黒なんですけど、よく見るとね、このブラウンが入ったこのトラメ、メイプル独特のタイガーストライプ入ってます。非常に品がいい感じで入ってます。もうよくあるじゃない、あのレスポールなんかのドダっていうぐらいに入ってる。そうじゃなくて、こう裏も見て、これすごい品のいい細かい、ね、映りは分かりますかね、カメラさんね。でネックもメイプルだよね、すごく綺麗で、あの音切っとこう、どうですか、この品のいい感じで伝わりますよね。この奥ゆかしい、このなんていうんですか、どうだっていうね、さっきも言いましたけど、この品のいいトラメです。まるで私のような奥ゆかしいトラメでございますね。カメラさんそうですよね。はい、無視されました、カメラさんに。さあ、こちらヘッドも見てください。綺麗ですよね、モズライトでちゃんとベンチャーズ、今ベンチャーズモデルのこのロゴはね、あのモズライト使えませんからね、アリアがもう今持ってますね、確かね。ですから、ベンチャーズモデルは現行はアリアしかないというね、そういう意味でも貴重ですよね。さあ、あの全体的にボディはね、そういうわけでトラメがあって綺麗なんですけど、若干のさすがに年式の層の小さな傷だ、この小さな傷もありますけどね、でも綺麗です、ボディ本当に。後ろもバックル傷なんかもないし、ライブとかで使った形跡はないですね。フレットもね、ほぼほぼ7割8割は全然残ってるんで、ネックもストレートで全然その辺の問題はないです。さあ、そしてこのね、スペシャルなモズライト、もう一つ特徴ございまして、こちらのピックアップ EMG がついてるんですけども、これ最初ね、改造したのかな、前のオーナーさんが付け替えたのかなと思ったんですけど、全部外してチェックしてみたら、綺麗にその全くノーマルのままで、その塗装の、要するにこれ標準、このギターに関して言うと改造したわけじゃないんですよね。最初から EMG がついていたモデルだったみたいです。そしてこのエスカッションね、エスカッションというのはこのピックアップをつけているこの縁ですわね。これが木製なんですよ、ほら木。これなんだろうね、これ木目がね、ローズウッドなのかわからないんだけど、そういうちょっといい感じの高級感ありますよね。そして EMG はフロントには、わかりますかね、カメさん、このロゴがね、金色のロゴなんですね、EMG。これ金色のロゴは EMG85 というモデル。割とこうヴィンテージ、ハンバッカーを意識した作りと言われています。そしてリアは銀色のロゴ、EMG という銀色になっているやつ。これは EMG81。どちらかというと、あの高出力で、なんていうの、ディストーションが効いて、こうロック的な、そういったサウンドですよね。まあ通常こっちをリアにして、こっちフロントだから、まあ、オーソドックスなセッティングだと思います。ね、そういう風にして、メイプルで、EMG ですよ。なかなかこのね、モズライトないと思います。そしてもう一つで、ここがね、実は今日一番説明したいんですけど、というのは、まあ、このモズライト欲しがってる人多いと思う、人気あるギターですけどね、ただやっぱりモズライト欲しい人だいたい60代以上ですわね。僕より上の先輩の世代ですよ、やっぱベンチャーズって。でその世代でね、この実はこれロック式ペグついてるんですよ。このペグがね、まあ、一見普通でしょ、これ実はあの後藤のマグナムロックっていうのがついてるんですよ。もちろんこのギターの詳しい人、マニアの方はもうマグナムって言えば、もちろん僕なんか説明しなくても分かると思うんですけども、意外とこの年代、あのベンチャーズやってる人で分かんない人も多いと思うんで、ちょっとねくどいかもしれないですけど説明しますね。まずマグナムロックって何ぞやっていうことですけども、ロック式ペグなんですね。ロック式ペグっていうのは、あの前回も選んじゃいけない、こんなギター買っちゃいけないシリーズちょっと言ったんですけど、フロイドローズっていうのはこの辺六角レンチでこっちもこっちも固めちゃう、ロックするんですけど、あのマグナムロックはここをロックするんだよね。つまり普通にまず弦穴に通すじゃないですか、ポストに。
でポストに穴通したら巻いていくと下からこう棒みたいに出てきてロックされるんですよ。ですからよく見てここポストのところほとんど巻きないでしょ。6年とかほら5弦半回転も巻いてないよほらねえ。ということで非常に簡単でなおかつここが巻きが少ないからチューニングの狂いが少ない、まあ、安定するっていうことなんですね。ちなみにあのロック式ペグもう一つの方法が、まあ、シッパーゼルタイプって言って後ろからこうネジで締めてこの棒を出してこうロックするっていうタイプもあるんですけどこちらこう巻いていくとこうロックし自然となるっていうものなんですね。ただねこれ正直ね初めて使うと多分戸惑うと思う。これで最初緩めるんだけどそれ外れちゃうんだよね。それなくす人もいるし絶妙なところで止めて穴にこう弦を通してギリギリ通すところで止めてほしいの。ギリギリあのスカスカだとダメなのね。ギリギリ通るポイントで止めてそれで巻いていくとこう締まってくる。最初はね、ま、巻かれないんですよ。で締まあの巻いていくとロックされてそれから締まるというね。ですからそうだな周りでお友達でこう一緒に音楽やってる人なんかであ分かる分かるっていう人がいたらこう聞きながらやるのもいいし、だからどうだろう全国ではいろいろ見てる人はいると思うんですけど近所にあのなかなかこう楽器屋さんもない周りにそういうギター分かる人もいない人は正直ねこれはちょっとやめた方がいいのかなって、まあね、今 YouTube でいろいろ調べられますからチャレンジするのはいいんですけど正直ね最初は戸惑うと思う。だからそこだけちょっとねあの覚悟してもしチャレンジするのは全然いいんですけど、まあでもこの間も言ったようにフロイドローズに比べれば全然楽勝です。こうだけですからもう入れて締めていってロックさせてあとそのまま普通にチューニングで切れた時もそのまま普通に外してあの緩めて外すだけです。で時々硬くなってる場合この上がほらカメラさん分かるこのマイナスのネジみたいになってるんでコインでも入れてキュッてやるとカツンと外れたりしますのでねその辺は一つ確認してみてください。ということでねこのモズライトなのに、まあ、言ったらモズライト60年代でしょベンジャーズとか、まあ、言うたら古いエレキだと思うんですけども古いデザインとかねなのにこのトラメメイプルトップだったり EMG そしてマグナムロックというある意味現代的な非常にモダンなモズライトなんて言えると思いますね。ですからこれもしかしたらねもちろんベンチャーズモデルとほらロゴはカメラさんちょっとアップしてみてください。ベンチャーズモデルとロゴが入っていて当然ベンチャーズファンが買うのかなと思いますけどもそうじゃなくて逆に現代のハードロックやってる若い人まあまあちょっとハードロックやってる若い人今40、50代そうなんですけどもまあベンチャーズファンに比べる若いっていう意味やそういう人が使ってもいいかもね。逆にベンチャーズをやる目的じゃなくてこれ歪ましたらねすげえいいですよ。で早速ね音ちょっと聞いてみましょう。この EMG ピックアップ使ったことない人も多いと思うんですけどこれねアクティブって言います。アクティブピックアップこれ実は中に 9V の四角の電池が入ってるんですよ。ですから電池交換するときはこれピックガード全部電池外しますから、まあ、大変っちゃ大変なんだけどそんなに電池消費量ないので僕なんかだと年に数回のライブだったら1年に1回しか買えないですけどね。そういうことでこれどういうことでアクティブピックアップっていうかというと実はこのピックアップ自体は出力は非常に小さいんですよ。電池がないと音が鳴らないんです。でこの中に回路があってその電池で、まあ、要するにパワー上げて音出してるっていうシステムらしいんですね。ですから一番の特徴は雑音が出ない。ものすごくクリーン。ほらもうそういうのはシングルコイルとかね雑音が気になる人はジーッて言うと気になる人はもう絶対おすすめ。ちなみに僕も今メインで使ってるエレキは EMG のこれです。8号使ってます。これいいよね。パワー感もあるしクリーンだからエフェクトのノリがいいなんて言われてますからね。これ今全く今エフェクト変わってないんですけど今フロントねこれが EMG8 号。もうほんと限りなくクリーンでセンターでミックスでリアね、すごいでしょ。
これクリーンね。そしてね、今日また面白いの用意したんですけど、当時のこういうエレキサウンドって、まあ、ディストーションはかまさないで空間系かますと思うんですけど、まあ、通常だと僕このアンプでリバーブなんかかけますよね。こんな感じ、このみたいな。でこれでもいいんだけど、やっぱ当時のリバーブとかエコーってテープエコー使ってた、今でも使ってる人いますけど、なかなかメンテ大変ですもんね。そこでね、最近はデジタル技術で、ちょっとカムさんこれ持って見せてくる。今日今実は用意してるのがライン6の、これなんていうものだっけ、 DL4 か。これ割とこれほとんど新品類で今回ちょっと用意したんですけど、空間系の、まあ、ディレイを中心とした、まあ、エコー系 の、 エフェクターなんですけど、ここにね、いろんなこうなんとかディレイなんとかいっぱいあるんだけど、要するにここにね、テープエコー、当時のテープエコーをシミュレーションしたものがあるんですよ。ちょっとやってみるね。ほらほら、こういうの使うとね、なんかそれっぽくなります。僕もこれまださっき箱開けたばっかりなんで、まだ全然使えるとわかんないですけど、こういうの使うと面白いよね。あとね、これさっき面白かったのなんだっけな、オートボリュームエコー、これ面白いよ。ほら、まあ、ボスのスローギアに似てるよね。まあこれボリュームペダルがあるとこういうことできるんですよね。どう、高中雅之みたいでしょこれ。これディレイタイムね、伸ばすととんでもないこといきますよ。長い、ほら、最長、すごいね。これまあこういったものも最近はいろいろ出てますので、いろいろ調べると、またテープ袋に戻しますね。全然今ギター紹介じゃなくなってますけど、なんでこれ今日用意したかというと、やっぱこのギター持ってやりたい人、やっぱこういうのは分からないっていう人も電話でよく問い合わせ来るんですよね。結構何十年ぶりかにこうやってみたいとか、また一から始めたいっていう方で、ギターはとりあえず買ったと、アンプも買ったと、なのにベンチャーズの音が出ないっていう人多いんですよね。それはね、それそうですよね。これ今切りますけど、素のまんまこれやったら違いますので、やっぱりこういうのつけると、ね、っぽくなりますもんね。ということで、こちらもう一回消しますね。あとちなみにね、さっき言ったようにベンチャーズにこだわらず、これをロックで使うなっていうのはどうなんだっていう人のために、これをじゃあリアにすると、結構またこれが、あれ今結構ね、メタルのサウンドも結構出ますからね。すげえ、ほら、これでさっきのこのリブ、すげえ、
でしたね。この辺はやっぱり、ね、軽いリバーブの方が、あ、こうだね、これどんなでしょうね。そういうわけで、これ本当にね、ベンチャーズマンじゃなくてもこれいいかも。これめっちゃ気に入ったもん、これね。EMG はいいし、このドラメはいいし、このチューニングが安定のマグナムロックもいいしね。どうなんでしょうか、今日はね。じゃあまたちょっと、そうは言ってもこれベンチャーズファンが変わるかな、これな。探すと、本当に今日のこのギターね、僕も探したんだけど、ネットでいろいろないです。データも出てこないし、もっと不思議なのがいっぱい日本のね、メーカーさんで作ろうな。ちなみにあのこれね、純正のケースじゃなかったんですけど、普通のギグバッグが付いておりましたので、これにお入れですね、きっちり包装して全国発送いたします、そういうことで誰が買うんだろう。やっぱり60代かな、これな。この結構ね、時々こういうのベンチャーズモデルっていうか、あのモデルが入ってくるとやっぱ電話やっぱ来ますもんね。いまだに時々来ますわ。こうやっぱり好きな人はもう欲しいもんね、これね。ちょっともう一回音出してみよう。もう一回、この音いいよね。この軽くがいいか、リバーブっていうか、このテープエコー、あ、この感じ。新品同様で入ってきたので、特別にもし興味あったらお問い合わせください。あの基本ね、うちあのギターとベースやってるってエフェクターやってないんですけど、これたまたまの あるお客さんの流れでどうしても取らなくなって全部処理もあって、袋の入ったまんま一回も使ってませんでした。電池も当時のものでして、さすがに電池なくなってましたけど、中身ね。こちらでございます、DL4 ね。さあ、そういうことで今日はですね、ちょっといつもより長めの動画だったんですけども、皆様いかがだったでしょうか。今日は実は金曜日の夜でございます。私先週、先々週ぐらいかな、もうやったんですけど、週末はやや長めをやろうと思っています。一つ皆さんのこういうちょっとギターの紹介だけじゃなくて、それでちょっとこうもしかしてためになるのがね、たまにやったの。前回のレコーディングのね話もそうですけど、結構意外と好評だったんで、そういうのどんどんやってくるっていうこともありましたので、まあ、中にはね、もちろんあのそんなの知ってるよって方も多いと思うんですけど、これがね最近やっぱりやってみると、いや分かんなかった、本当ありがとうっていう声もすごく多かったので、でもさすがに毎回やるとそれもね、もう怒られるんで、週1回ぐらいたまにね、週末とかね、そういったの話もしていきたいなと思ってるんですが、いかがでしょうか。さあ、そういうことで今日こちらの国産の珍しい、本当珍しいともベンチャーズモデル、モズライトのメイプルトップ、トップというか全部メイプルだよね、 EMG、 そして、ロック式のこのマグナムロックのペグがついてるこのギター、お値段がなんとですよ、めちゃくちゃ安いと思います。あまりにも安すぎてちょっとまた暴動が起きると悪いので、今回に限り、あのこれ本当欲しい人はあのお問い合わせください。もうこっそり教えますから、あまり安いとこれでもなんか怒られたんで、あんま安く言わない、やらないでくださいとかね。まあこれでも本当に探してもちょっとなかなかないので、あの欲しい人はもう急いで、お電話メールお待ちしておりますので、よろしくお願いします。今日も最後までね、こんなあの拙い話でよかったんでしょうかね。カメラさん、どうなの今日は。ちょっと長いか、長いね、まあいいじゃん、たまにはね。ということで、またあの皆さんのねおかげで私も頑張りますね。一つ皆さんも最近ほらいろんな悪い風邪とかね流行ってますんで、
うがいね、手洗い気をつけてね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。